マヤの水道ね、今も使われてる。ここから登れるかも。行くわよ。通れる。
な場所に動かそう。これ以上は持てないわ。あの水車で何かを引っ張れそう。
全員片付けた。行こう。この鍵を。来い、見せたいものがある。日食が始まる。始まったら箱を開けねばならない。箱の誘惑は強力だ。幻を見せて引きずり込むだろう。全てが丸く収まるようなありえぬ幻をな。私は最も強く秘められた願望を見せられるだろうが、修行を経て抗う力を得た。アマルはまだ箱を見ていないが、心は箱に侵されている。パイティティとはその民、その心を一つに命をつなぐ。じゃあアマルの思い通りになってしまったら、パイティティは壊れてしまう。ああ、何度も外からの脅威があった。しかし危険は常、立ち向かって生きることを知っていく。あなたは箱の誘惑に勝てるの？わからない。ただ私が揺らぐとき、深紅の炎が導き、約束を思い出させる。行くぞ。深紅の炎というのは私の定めだ。伝説によると、チャクチェルの鍵とイシチェルの銀の箱は天界の秘宝で、太陽を滅ぼし蘇らせるために作られたものだという。儀式を執り行えるのは日食の時だけ。儀式が成就すると、選ばれし依代に太陽の力が宿るらしい。創造の神となったククルカンはその力を。スクルカの生贄と関係があってな。深紅の炎が煙るとき、己の鏡を探せ。必ず果たさねばならないのだ。それだけはわかる。あの生き物はここに入ってきたりしないの？生き物？攻撃的な。パイティティの近くの洞窟でトリニティと戦ってた。箱がなくなった祭壇では私を追いかけてきたわ。ヤークシルのことか？ヤークシル？背が高くて素早くて、何かに飢えてるようだったわ。彼らはあの生き物などと呼ぶべき存在ではない。渡した鍵はここで使える。
ークシルに何が。数多くの古い言い伝えに、パイティティが安全でいられるのは彼らのおかげだ。守ってるの。彼らにそのつもりがあるかは不明だが、結果的にはそうだ。町を襲ったことはない。我々は常に共存してきた。アマルは民の前で生贄を殺す気だ。反乱者をやめさせなきゃ。ダメだ。戦いの用意もなく箱を失いかねない。生贄の戦士はそうして助けられ、私から離れず同じように死ぬ。彼らを刺激するな。こっちだ。奴らは我々の安全を、存在を脅かそうとしている。奴らのリーダー反逆者ウヌラトは私の監視下にある。だが諸君の元女王を救うのはまだ手遅れではない。今日我々はククルカンに犠牲を捧げる。日食が近づく中、これをもって加護の祈りとするのだ。さあ、この犠牲によりその命は救われる。この男の仲間たちが光を目にし、我々の元に戻らぬことを。罪なき瞬き。墓所は上、あの像のところだ。門を見張っておこう。そうかからないわ。ジョナ、川のそばだ。いつでも救出に向かえる。準備できたら合図してくれ。いっぱいね。これ以上待てないわ。いっぱいね。これ以上待てないわ。Thank you.
あそこから入れそう。大体揃ったわ。待機しておく。この祭壇とても豪華だわ。きっと支配者のものね。間違いなくインカの影響を受けてる。最後の王の墓。王の死後に教団が。日食と詐欺ね。何か見落としてる？待って、ロペスがこれを残したの。蛇の心臓は杯の中にある。蛇の心臓は、箱の手がかりは入手した。至急増援を送ってくれ。ウネーテ、そんな、これをエツリに。アイティティを導く者、幼いが強い子だ。その血に劣らぬ魂を持つ。ダメよ、しっかりして。箱はお前を引き込む。耐えろ。運命は自分で作るもの。裏切らない。ロペスが銀の箱を持って行った場所の手がかり。蛇の心臓は杯の中にある。あまたの人面石のそば。
Dominion Bakhtik. Wakikmulpek sikbae minantun shutak kubak. これ以上持てないわ。ジョナ、どこなの？船着き場にいる。見えたわ。ああ、もうすぐ出られる。今行く。ヌラトは攻撃を受けて戦いの中で亡くなったわ。そんな。母さんは？お母さんはその勇敢に戦った。それはオサのアミュレットだ。今日からあなたのよ。母さんは戦士だった。よみがえらせないと。太陽を箱は手に入れる。ククルカン教団になんか渡さない。霊廟の用意を頼む。母は永遠に不滅だ。宇宙、手伝ってやれ。戦いの準備を。失敗は許されない。必ず戻る。箱を持って。気をつけて、こっちは任せろ。それでどうする？まずはクワク役に戻って準備をしないと。